こだわらない生き方。戦国時代、今川といえば、今川義元。そう。あの桶狭間の戦で敗北しました。その息子が、今川氏真。彼は御曹司であり、世が世なら、サラブレッドとして不自由なく、一生終わる予定でした。ところが桶狭間の戦で人生が狂いました。父義元は亡くなり、お家は断絶寸前。今川家を立て直そうにも、弱くなってしまった今川家を、家臣たちは見切り、敵方に寝返る始末。もう、どうにもなりません。普通ならここで自害。彼は違いました。生きることに執着します。その、1、妻の実家、北条氏にお世話になる。その、2、実家北条氏から追い出された後も、次の活路を見出す。少し前まで部下だった幼馴染の家康に頭を下げ、配下になる。その、3、文化人となる。そこから公家たちと広く交流していく。その、4、父の旧敵、織田信長に得意の蹴鞠を披露し、ご機嫌を伺う。その、5、彼のおかげで、幕末まで今川家は続くことになる。氏真は77歳まで行きました。もちろん彼も葛藤はあったと思います。彼が教えてくれたのは、こだわることの良し悪しは関係なく、ピンチになったら一度立ち止まって、切り捨てて良いのは何か、を自分で見極めることが大事。